んにちは、カウンセラーの矢尾とゆみです。今日は料理しながらおしゃべりなんか料理の音するから、まあいいや。あのですね、パートナーや、まあ例えば、なんだろう、自分の大切な人にこういうふうに言われましたみたいなのがあるとして、まあそれは自分の欠点であったりとか、まあもちろんそのちゃんとその見なきゃいけないこともあります。その自分の欠点良くないなみたいな。ただし、基本的にはですね、あんまりそれをやらなくてもいいんじゃないかなと思ってます。なんかその例えばそのみんななんかそのこう反省することがいいことだと思ってる方も多いし、なんか自分の間違いを見つけなきゃいけないって思ってることが多いんですけど、一番最初のステップってそこじゃないことが多いです。で、なんか今日ね、話が長いって旦那さんじゃなくてパートナー、その彼氏に言われて、それってすごく良くないじゃないですかみたいな話だったんだけど、話が長いとか、なんかダラダラ話すからって言われて、私そういうのね、なんかいつもやっぱりとか言って、なんかそうやってなんか自己顕示欲じゃないけど、自分自信がないから長く話しちゃうんじゃないでしょうかみたいな話がお悩みだったんですけど、いや女って話長いしねっていう話、もう私のポッドキャストとか聞いてよ、なんかもう落ちないけどずっと喋ってるみたいなさ。でそれがまあいいとこでもあるやん、なんかよくわかる。だからそのなんていうのかな、全部を悪い、その なんだろう、その例えば話を聞いてくれないとか、そういうなんだろうな、大切な話をしてるのに携帯見られてずっと見られてるとかだったら、やっぱ携帯聞いた方がいいよとか、それは確かにあると思う。そういうお行儀の悪さっていうか、でもただ単に話が長いとか、なんかまああんまり面白くないみたいな話だったような気はするんですけど、なんかオチまでが長いみたいな。でもさ、女性ってさ、オチまで長いよねっていう話で、そういうさ、なんかさコントとかあるじゃん、なんかでさでさみたいな。ただ単にだ上司がマジムカつくっていう話が、なぜか前々日の、コンビニでさみたいな話で、なんかどっから始まるのか分かんねえみたいな。なんかでもそこが女性のいいとこであったりとか、可愛いとこであったりとかするわけじゃないですか。なんかそれをいちいちなんか言ってくる方が問題、そこがいいとこじゃんみたいな感じなんだよね。で、なんかまあ一番最初にやっぱりやってあげなきゃいけないことって、自分を守ることでしかないんですよ、本当に。そこがいいとこじゃないのみたいな。なんかその方もそういう風に話が長いって言われて、どうのこうのって反応があった、そういう話だったんだけど、そこがいいとこじゃないですかみたいな感じで、なんか全てをやっぱり自分のことを責めちゃうんですよね、そこで。で、自分の気持ちとか、だって好きだからいっぱい喋りたいじゃんとか、そういうことだったかもしれないじゃないですか。それ可愛いじゃないですか。なんか好きな人にいっぱい喋りたい、全部知ってほしいみたいな。まあ、可愛いじゃない。それを可愛いって思えない、そっちのお男性側の問題があるっていう。自分が気持ちよかったらそれでおしまいなんで、なんかそこを、境界線の問題がお互いにあると そうなっちゃうんですよ。例えばお前イライラしすぎじゃんとかっていうのも、イライラしてる人に左右されなければ何の問題もないんですよね。イライラしてる人がいっぱいいること、自分さえイライラしてなきゃいいんですから。それをなんかイライラしがちでしょとか、なんかそういうの良くないよとか、なんか落ち込みやすいじゃんとか、なんかね、そういう人にね巻き込まれがちの人が、やっぱり巻き込まれ事故でなんか運転悪いよお前って言うんだけど、いやだから巻き込まれないようにした方がいいよっていうことで、なんかちゃんと自分のガードレールっていう なんか車線はそっちに入っていかないっていう感じなんですよね。やっぱりその境界線がないと、すぐなんか相手のその性格を正そうみたいな、そうイライラするのは良くないとか、愚痴が多いとか、なんかそういうことを言ってくる人とかもいるんですけど、どうでもいいからそんなのっていう話で、自分さえなんですよ。だからそこもやっぱりあんまり左右され、自分が言われた時もそうだし、他人に対して、例えば旦那さんがイライラしててとか、ストレスがすごい溜まってて、なんかすごいどうやったら旦那のストレス取ってあげれるだろうじゃなくて、自分のストレス取っとこうっていう話で、
それ以外できないですからね。なんかそれをなんかイライラしてんの良くないよねとか、なんかそういうのなんかよくわかんないこと言ってくる人いっぱいいるかもしれないけど、それはあなたのせいではないというか、あなたはイライラしたいからすればいいんじゃないですかっていうところでしかないんです。だからなんかそれを、自分もそうだしと言われた時もそこを自分の欠点と思わないでほしいなと思いますね、うん、なんか人間ってイライラしたりするし、特にあと人の感情を否定することは言っちゃダメなんですよ。だから悲しいとかを顔に出さないでほしいとか言われても、悲しいものは悲しいからっていう、あなたの方がそういうことに影響されないでほしいっていうぐらいしかないんです。別に何の意味もないから悲しい顔をしたったりイライラしたりとかで、その相手の感情とかを否定することって相手のナチュラルなものを否定するってことになるんですね。だから例えばお前背低いじゃんみたいな、え、だからなんか問題あるんですかみたいな、それってナチュラルなものじゃないですか。私が背が低いなんてしょうがないじゃんそんなの。なのにそれをなんか言われても、え、みたいな、お前日本人じゃんって言われて、なんか目ちっちゃいじゃん日本人でって言われても、え、なんかじゃあ選ばなきゃいいじゃんっていうか、お友達とか彼氏だったら選ばなきゃいいじゃんっていう話で、なんかそういうナチュラルなことを否定してきてなんか変えようとするっていうのは、やっぱ境界線の問題ができてないと思いますね。その例えばさ、奥さんに恥ずかしいから痩せろみたいなやつとかもそうだと、なんか自分は自分、奥様は奥様なので、自分の所有物とか思っちゃう人ほど、その境界線がない人ほどそういう風に思ってしまうんではないかなと思うんですね。だからまあそういうのができてないなっていう、境界線がちゃんとできてないなっていう大人じゃないパートナーとかは避けた方がいいし、自分もなるべくそういう風にならないようにするっていうのが重要かなと思います。だからイライラする人がいけないんじゃなくて、イライラしてる人に対して反応しない、だから人間を超えていかないといけないっていうか、結局反応するかしないかじゃないですか。だからイライラしてる人も何かに反応してるからイライラしてるわけで、その反応するっていうことさえやめなきゃいけないんですよ結局。だから人間技を超えていくっていうか、まあでも本当イライラしても別に何も変わらないからね、そんな私なんかすごく難しいとは思うんです。ただ失礼なこととかイライラしてきて、イライラしてるまではいいけど、失礼なこと言われたりとかしたらもうそれはもう怒ってもいいし、こっちも自分を守るっていうことを忘れてるんじゃないかな。怒っちゃいけない方が強くて、自分を守るっていうことを忘れてるのかもしれない。まあね、なんか第二怒りは何とか第三感情、第二感情とか第二、よくわかんない言うけど、怒ってもいいから、そのなんかもう自分を守らないと、もっとなんか思ってない、女性はやっぱりなんか怒るより怒るぐらいだったら自分が犠牲になった方がいいみたいなのが多いのかな。なんかそういうケースが多いね。本当にちゃんとしてる人ほど、私とかはさ、なんか怒られるのしょうがないと思うんだよね。ある意味怒られしょうがないっていうか、まあちょっとだらしたい、本当にほらね、お客さん1ヶ月待たしたりとかさあるからね、私はね。で、まあ、でもそれで怒られてお客さんがいなくなっちゃったらしょうがないやん、それはしょうがないなみたいな、自己責任ってやつだもん。なんで、まあでもこれって多分上司がいたりとかさ、上司にこっぴどく怒られる案件とか思って、まあでもそういう意味でね、やっぱりだから自分を守るっていうことはすごい大切です。まずだからなんか問題があった時にまず自分を守ろうっていうところから始めてほしいんですよね。だから自分を変えようとか、なんか人の話が聞けるようにいい人にならなきゃみたいなのはもうやめようよってやつ。別に人の話聞けなくてもいいし、もう政治家なんて話聞かないよみたいな、でも偉くなってんじゃんみたいな、マツコさんとか、マツコさん聞くかな、なんかさテレビとかでもさ全然話聞かないやつとかいるじゃん。だからどっちでもいいの、そんなのどっちでもいいの、わかりますか。ということで今日は自分の話を、ね、話が長いとディスられたんですけどみたいな、お前のまま面白くないわみたいな、ね、もういいツッコミ入れて面白く話しろって思うけどね、私結構なんかどうでもいいかなと思います。では明日はね、その面白い話をする女はどうなのかっていう、私みたいなのねめっちゃモテないよ、はっきり言って。だってツッコミすぎるもん、たまにツッコミすぎて男性がわかんねえ、目が照り合って頭悪くて、なんかえどういうことみたいな、あまりにもツッコミが鋭すぎて、
まさかそんなこと言われるとは思ってない男性ばっかりみたいな、うん、ということで今日もご視聴ありがとうございました。またねー。